ビリー・ヒギンス。ビリー・ヒギンスはアメリカ合衆国のジャズドラマー。言語発音はヒギンズと濁る。主にフリージャズとハードバップをメインに活動した。1958年にオーネット・コールマンのバンドで活動を始めた。彼はその後フリーランスのドラマーとしてドナルド・バード、デクスター・ゴードン、ジョン・コルトレーン、ジョー・ヘン・ダーソン、ミルト・ジャクソン、ジャッキー・マクリーン。 パッド・メセニー、ハンク・モブレー、セロニアス・モンク、リー・モーガン、デビット・マレー、アート・ペッパー、ソニー・ロリンズ、マルゴル・ドロン、シダ・ウォルトン、ロン・カーターらの多くのミュージシャンと幅広い演奏を行った。繊細さと奔放さを持ち合わせたプレイが特色で、にこやかで明るい人間性は共演者からも好かれていた。1986年の映画、ラウンド・ミッドナイトには、 ハービー・ハンコック、ボビー・ハッチャーソンらと共にゲスト出演している。ジャズ以外にもロックやファンクを含めると700以上のレコーディングに参加している。渡辺貞夫や山本剛といった日本のミュージシャンとの共演もある。晩年は重い肝炎を患って一時期危険な状態に陥るも必死の闘病とミュージシャン仲間の献身的な援助、寒波によって一度は復帰した。 しかし最後は再び肝臓を患い、肝不全で死去した。ありがとうございます。